皆さんこんにちは。河内長野市長の島田です。普段は遠方や海外をイメージする旅行ですが、新型コロナウイルス感染症対策が重視されている今、地元の魅力に目を向けてみませんか。そこで自宅から1時間圏内を旅する近距離旅行マイクロツーリズムをお勧めします。河内長野市は昨年中世に出会える街として日本遺産に認定され、今年は女人荒野と葛城修験の2つが新たに日本遺産に認定された魅力豊富な街です。市内観光の際はぜひ河内長野市民対象の河内長野観光キャンペーンをご利用ください。キャンペーンの対象となる宿泊施設は奄美温泉南天苑、尾花旅館、吹き亭、天然温泉、河内長野荘の3つです。今なら市民の皆さんは本市のキャンペーンと政府の GoTo トラベルキャンペーンと大阪府のいらっしゃいキャンペーンの3つを併用できますので、ポイントを金額換算すれば実質的にほぼ無料で泊まれる場合があります。本市のキャンペーンですが、市内の宿泊施設や観光施設の対象サービスを利用すれば、加盟店で使える電子地域通貨モックルコインのポイントがもらえます。この機会を逃すではありません。マイクロツーリズムは日本の観光産業を回復させる目的もありますので、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりした上で、ぜひ市内で宿泊近距離旅行を楽しんでみてください。期間は11月30日まで。河内長野の魅力を再発見しましょう。